発生とは、音声学において後頭部にある生体が、肺から起こる気流に対して行う働きのこと。発生機構とも言う。後頭には、粘膜で覆われ、内部に筋組織を持つ両側に存在する一体の、生体と呼ばれる肥田がある。生体は内向頭筋などの働きで、内転、外転をさせることができ、生体の後部は、左右一体の卑劣軟骨に接続する。 両側の生体感の感激を生門という。音声学における発声のタイプは、発声時の生門の状態に関連して分類される。人の制度1、鼻空、二、口腔、三、口腔外、四、軟口外、五、歯、六、口外水、七、唇、八、咽頭、九、舌線、十、喉頭外、十一、下端、十二、生体、十三、前絶面。 14、正門15、ご絶面。16、気管17、後頭肺から押し出される空気が正道を通過する際、普段は開いている生帯が狭まることにより、通過する空気が振動され、三角感激巨死上波というブザーのような、生帯の基本振動音になる。この時点では、声と認識できるものではなく、正道を変化させ、 共鳴音を作り出し口や鼻から放射させることにより声となる。声の音源は生体音源、乱流音源、破裂音源に分類される。生体発生中の生体新生児は生まれてすぐに音を発生させることはできるが言葉として発生できるようになるには身体的な性動の発達とともに聴覚や知能の発達とそれに伴う発生技術の習得が必要となる。 新生児は1歳頃までは泣き笑い叫びなどの反射的発生に始まり赤ちゃん言葉である南語の発生に止まる。この期間は全言語期と呼ばれる。この全言語期における発達過程は完全には解明されておらず、研究者により異なった分析、分類がされている。代表的な分類にはアラー DK やスターク RE のものがある。 スターク RE による分類1980年生体同士を近づけ、声門を狭めると、呼気が通るとき、生帯は周期的に振動し、ブルブルと震える。これが音声学でいわゆる声であり、この時に出る音を優声音という。母音は通常の場合、有声音であり、子音の中でも B、D、G、M、L、R といった音は呼気による。 生体振動を伴い有声音である。一方、生体同士が開き、声門が広い状態の時、呼気はそのまま通り抜ける。これは、息の状態であり、この時に出る音を無声音という。シーンの中でも、P、K、T といった音は、呼気がそのまま出た無声音である。生体声門が閉じつつも、軟骨声門の部分が開いて、 息が漏れる時に出る音を囁き音という。国際音声事母にはこれを特別に記述する記号はないが、無声音化しているので無声化の補助記号が付けられて、T、D のように記述される場合がある。囁き音と同じく軟骨声紋の部分が開いて、息が漏れていながら、生体声紋の部分にもわずかに隙間が生じ、生体振動が起こって出る音を息漏れ声という。 国際音声事母では、息漏れ声を表す補助記号が付けられ、D のように記述される。有声声紋摩擦音と同じ声帯の状態である。軟骨声紋が閉じ、声帯声紋の上の部分がわずかに開いて緩やかな声帯振動が起こる音を、きしみ声、A、クレッキーボイスという。きしみ声を表す IPA では、補助記号が付けられ、D のように記述される。 発生の仕組みから基本振動音を作り出す生体とその振動音を声に変化させる声道の大きさや形は個人ごとに異なるため声も個人特有なものとなる。声をスペクトログラムで分析すると各人の違いを見ることができ、声門を検出することができる。一般には身長の高い人は声帯も声道もより大きく低い声となる。 正門を分析することで性別、顔形、身長、年齢等を特定することができ、個人認証や犯罪捜査に利用されている。犯罪の科学捜査においてはスペクトログラムで、正門検出を行い音声鑑定に用いられている。1932年に、チャールズ・リンドバーグ氏の死息の誘拐殺人事件で、犯人の恋に関する証人官問が、 音声鑑定の始まりと言われている。当時はスペクトログラムもなく承認の聴覚及び記憶によるもので科学鑑定とはかけ離れていた。音声鑑定の進展は1930年代における軍事情報活動によるもので、米国では敵国の更新を傍受し音声学から通信誌の特徴を分析、識別することから始まった。1945年には、 ベール研究所が、正門分析のためのスペクトログラムを開発した。その後は、医療分野、科学操作分野への応用も始まった。20世紀後半からは、音声の記録、分析のアナログからデジタル化とコンピューターの高速化と、相まって大きく進歩している。ありがとうございます。